皆さんこんにちは、もちこと申します。今日は文字の感覚を整えるゲームというのを見つけたので、それをやっていこうかなと思っています。といってもまだ何にもやっていなくて、友人に教えてもらって始めてみたんですけど、せっかくだから、実況動画を撮ってみようということでやっています。で、カーンタイプというサイトですね。カーニングゲームということで、これの文字を整えるっていう意味かな。で、グッドラック。じゃあ、早速やってみましょうか。どうやってやったらいいんだろう。これを、カーソルキーがね、変わりましたね。これを、なるほど。これでいいのか。じゃあ、早速やっていきましょう。カーンタイプ。1 of 10。10分の1ってこと。10問あるのかな、全部で。で、タイプフェイス。ブラック。デザイナー。フォントの名前と、あとそれを作ったデザイナーと、いつそれがリリースされたかっていう情報もあるんですね。だからフォントを見ていくのにもいいかもしれないですね。ゴザムでいいのかな、これ。なんて読むんだろう。ゴザムブラック。で、これは、ここが寄りすぎなので、とりあえず、こんな感じで、動くんですね、こうやって。わあ、結構。で、両端は動かせなくて、この真ん中にある、真ん中というか、間にある文字の位置を移動して、で、それっぽい。ちゃんとした感覚にしてあげればいいってことかな。やばいな。これをこう、これぐらいにしてみよう。これぐらいで、どうしたらいいんだろう。コンペアか。これで比較？どうだ？悪くないよね。多分。ちょい。もうちょいこと。これ方向キーでも動かせるのか。いけるね。クリックして選択すると青くなるから、それで方向キーで移動もさせられると。もうちょいこっち。ちょっと離れすぎか。こんなもんでどうだろう。もう一個、ここがちょっと離れすぎな気がする。こういうのってどう考えたらいいんでしょうね。普段は感覚でやっちゃってるので、なかなか専門的な知識があるわけじゃないんですけど、試行錯誤でやってみましょうか。これでコンペアってのを押すと、で点数が出るんですね。 Your score 92点。ちょっと恥ずかしいですね。晒されてしまうのか。で、この青いのが、どっちだ？僕が今やったやつなのかな？それとも、なんだ、ソリューション、これが、正しい、カーニングをした後のバランスで、ボス、両方にすると、この青いのが正しいもので、白いのが僕がやったカーニングになるわけですね。もうちょっと V が右側にずれていた方が良かったと。なので僕の点数は92点。ってことでちょっと恥ずかしいけど。これ なんか総合スコアとか出るのかな。とりあえず次をね、やっていきましょう。タイプ。これはね、こんな感じ。感覚でなんかね、やり始めると黙っちゃう。いつもカーニングって、あんまり口を喋りながらやるわけじゃないので、うまくできるかわかんないですけど。こんなもんか。どう？なんかね、この文字と文字が重なるのっていいのか悪いのかっていつも、疑問に思うんですけど、なんとなくバランスがよく見えればそれでいいのかな。例えばこんなもんとかどう？もうちょい Y が右に出てた方がいいかな。こんなもんか。こんなもんでいってみましょうか。これでコンペア。でもタイプフェイスとかも呼んでいきたいな。グラモンド。デザイナー。リリース度。C1540。かなり昔のフォントですね。そういえばよく見るような気がする。コンペア。P がもうちょっと右側なのか。正しい。ちょっとなんか Y と P が離れすぎな気がするんですけど。どうなんですかね。
その辺は僕の感覚がおかしいということか。悲しい。93点、ちょっと100点取ってみたいな。次行こう。ホーリー、結構太いフォントですね。とりあえず整えるか。なんかついついね、イラストレーターのショートカットキーでカーリングをしてみたくなりますね。クリックして方向キーで動かす。こんなもんな気がするけどね。もうちょっといい、もう一個こっちで、ここは全体的にこうするか。なんか違うな。最初の感覚を大事にしよう。こんなもんでどうでしょう。お、100点取った。やったね。やっぱり1個ぐらいはね、100点取らないとなんか恥ずかしいですからね。これはソリューション見ても、あ、でもこの1個目の L がだいぶ動いたように見えましたね。難しいな。でも100点だからいいや。あ、ウェイト。あ、ウェイト。別になんかこれ、離れてるってわけじゃないね。一つの単語ですよね、きっと。なんか I が妙に太く見えるフォントだな。でも一緒か。ほんとね、フォントね、フォントの知識ってなくて。普段いつもそれで恥ずかしい思いをするんですけど、なんかゴシックと明朝ばっか使ってるみたいなね。好きな人は本当にいろんなフォント好きで、森沢フォントってやつとか、すごい昔から結構高いんですけどね、使ってて。今は森沢パスポートだっけか、そういうので、ライセンスみたいな形でやってるところが多いみたいですけど、なんかしっくりこないな。もうちょっと右に詰めてみるか。こんなもんでどうだろう。なんかしっくりこないな、このフォント。もう一個こっち、こんなもんかな。なんか離れてる気がする。こっち、これぐらい、これぐらいでいい気がする。行こう。おっ、100点、よかった。 A がもう一個左だったら完璧だったみたいですね。まあでも100点だからいいや。よし。お、点数が取れるようになってきた。 YVESS EVES なんて読むんだ。なんかこれちゃんとした単語なんですかね、そもそも。知らない、適当な文字列でやっているの。結構文字の感覚空きますね、これ。ここ詰めすぎか。こう詰めるのはね、結構この空間のなんて言うだろう、幅がね、比較しやすいので楽なんですけど、感覚が離れると文字のなんかね、うまくカーニングできないんですよね。なんかいいが、もうちょい左の方がいいなんつってね。こんなのどうだろう。これはもうちょっと、もうちょっととかね、全然感覚的なことでしか言えないけど、これぐらいな気がするけど、 SS がくっついて見えるのかな。一個ずつ左行ってみようか。これぐらい。これ全然わかんない。正しい、こんなもんだと思うんだけど。ちょっと遠くから見てみるか。どうかな。行ってみよう。コンペア。おー、よかった。お、3連続100点じゃない。よしよし、よかった。なんとなく点数が取れてて嬉しい。よし、次行くぞ。ロイジーっていうのかな、どういう意味なんだろう。ロイジーバラとかそういうのじゃないよね。ロイジー、どういう意味なんだろう。こんなんでいいのかな。とりあえず全体整えるというか、バランスをなんとなく調整してから、ちょっとずつ調整ばっかしてるな。ちょっとずつ見ていった方がいい。で、ここが離れすぎてるから、 S と Y の間が少し詰めて、こっちも調整。どうだ、
もうちょっと真ん中に寄ってた方がいい気がするな。こんなもん、こんなもんじゃないだろうか。愛か一個見、ほんと微妙な調整ですね。そうだ、こうだ、これでいこう。コンペアドン、全然ダメだった。もうちょっと S が離れるのか、離れるというか左に寄るんだ。はあ、勉強になるな。これ思ってたより面白いですね。サクサクできて、なんかどんなゲームなのかなと思ってたんですけど、普通に単純操作で押して動かせばいいからなかなかいいですね。ソリューションの方だけ見てみよう。あー、こうやって見るとなんかここ離れてるような気がしますけどね。でもそういうもんなのか。やってみようと思います。じゃあ次行きましょう。なんて読むのこれ、 9。 おーゆ、とりあえずまあちょっと文字の感覚をバランスよくしてみて、こんなもん。ちょっとここ離れすぎか。ちょっと全体的に詰めていきましょうか。こういうなんかチョンって出てると、あのそれがねここにかぶっていいのかどうかってすごい不安になりますね。どうなんだろうな。もうちょっとかぶせてみるか。全体的な隙間がどう？いい感じ。もうちょい左に詰めるか。こうだとでも最後が離れすぎてる気がするな。 E と T の間が。だからこれぐらいにしようか。どうかな、かっこいいかな。よし、これでちょっと行ってみよう。コペア100点。よかった。微妙になんかよくずれてる気がするけど、どういう基準でこれ点数出てるんでしょうね。全体的なバランスで見てくれてるのかな。こうこうこう。でも100点だからよかった。実際のでも正しいね、リズメされたものをたくさん見ることが一番その勉強につながるって聞いたこともあるんで、こういうのやってたら感覚が補正されていきそうですね。あと何個あるんだろう。次が8、9、10だからあと3問あるんだ。よし、なんとか高得点を目指すぞ。一応デザイナーだからなんかね、点数が低かったらどうしようと思ってたけど、まあまあでもなんとなく等間隔にしていけばそんなにね悪い点にはならないような気がする。逆に0点とかをね取ってみたい気もするけど、まあ最初は初見なんでちょっと真剣にやってみよう。このフォントもなんかどうしたもんだろう。こんなもんでどうかな。微妙。なんか文字が多いともう発狂しそうになりますね。なかなか、こんなあたりかな。こうで、こう、ここが離れすぎか。どうだ。あ、もうわけわかんなくなってきた。これは発狂しますね。一つの言葉にねここまでこだわることってあんまりないので、これでいこう。ドン。あー、全然ずれてる。でも100点。マジで？なんかこんなにずれててもいいのかな。助かった。正しいのはもうちょっとここが離れてるのか。なんかこっちが詰めすぎてたのか。あのガンチュアンって読むのかな。でもまあ100点だからいいや。次トロント。とりあえず感覚で詰めすぎてるとこは離して、離れすぎてるところは詰めてやってみようか。なんかねこう T のさ先っぽとかにここをねぴったり揃えたくなったりとかするんですけど、あんまりそういうのは考えずにやろう。感覚でねどれくらい。逆になんかセオリーみたいのを学んでからこのゲームをやってみたい気もしますね。そしたらあの本当に100点が取れるのか。あとはどういう基準でねその場所を選んでるのかみたいなガイドラインみたいのが出たらもっと勉強になりそうな気もしますけど、こんなもんかな。こんなもんな気がする。行こう。
全然ダメだった。そうか、もうちょっと被っちゃっていいのか。これが綺麗なフォント。あーでも言われるとね素敵な気がする。なるほど。うわーもうなんか高得点100点とか取れてて調子乗ってたけどここに来て現実に戻されてしまいました。キロフォンなんだろうね、これ。こういうフォントもあるんだ。フォントってたくさんありますよね。2度目。いやでも実況動画風にねやるのって初めてですけど、ほんとよくできるなと思いますね。普段は生放送でコメントがあるからね、それに答えていったりすると楽しいんだけど、今全くコメントを見ないでやっているので、まあかそってるからね、来て人がいるかもわかんないけど、ただ何にもねこう喋る要素がないと何を喋っていいのかね、ほんとどういう風に喋っているのか自分でもわかんないけど怖いな。でもこれが最後の問題だから、なんとかこれは100点を取りたい。どうだろうか。さあ取れるかな。なんか総合スコアとか出るのかな、これ。こんなもん X 離れすぎかな。もうちょっとこっち詰めようか。ここのねくびれてるところがね、どこまで詰めていいのかがわかんないけど、どうかな。いい気がする。 NE がくっつきすぎかな。そうでもない。行こう。コンペア。あ、100点だったけど、ここは全然 OK だったね。でも P と H がちょっとくっつきすぎてたのかな。でフィニッシュあ、スコア出るんですね。90 ちょっと声がおかしくなりました。96点ということで、これはいいのかどうか。でもまあ高得点ですよね、きっと96って。いやー安心した。というわけで今やったゲームは金じゃなくてカーンタイプというゲームでした。どこのサイトにあるかとかは動画の説明欄などに貼っておこうと思いますので、よかったら皆さんもやってみてください。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。